こんにちは、ネモです。パワープルアプリやっていきます。今回は波動高校で新しい投手デッキのテストやりたいと思います。早速いきましょう。で、今回のデッキがこんな感じです。鈴本、上高、鳴宮、丹波、葵ちゃん。で、フレンドに悟りと。で、このデッキは、もうほんと投手作成すっごい上手い方にアドバイスいただいて、そのデッキに鳴宮入れてみたという話です。で、鳴宮を入れると上高と金徳が被るので、正直あまり良くはないんですが、鈴本のイベント数があまりにも多くて、全然仮想しねえと。招きなしじゃ。で、まあ、テストとして、神高切って、マイベー少ない悟り入れて、で、変化球ポイントがかなり使うデッキなので、まあ、丹波の金徳と悟りの変幻自在ですね。まあ、そこを変化3積んで、カバーしながら、進んでいければいいかなと。で、青徳は残念ながらいいやつでした。ただ波動でいいやつだとかなりいい線行くことがあるので、ちょっと今回動画撮影しようかなというところです。早速行きましょう。で、誰から行こうかなと。人集まってるところからですね。で、まあ本当になんというか、むちゃくちゃ前で圧迫するんですよ。上高と鈴本だと。上高自身はまあ、なんと言いますか、合計でイベント数が5かな。なので、言うほど圧迫するってことではないんですが、鈴本がもう鬼のようにイベント数多いので、7かなこいつ。7か 6? まあ、そこはなんとかカバーしてあげてって感じですね。これメンタルいくか。悟り待ちですね、早めに。体力満タンの状態で悟りを迎えてあげてって形です。で、誰かびっくりはしてると。どうしよう。こっち行きてぇな。多分ガチだったらこっちなんですよね。どうしようかな。ちょっとテストなんで、最大の利益を追っていきましょうか。OK。やっぱいいやついいな。めちゃくちゃ評価上がっていくな。悟りいない。ちょっともう浮気しないで悟り。悟りに愛を注いだ方がいいですね。あ、まずいな。9月20日も。いねえわ。やばい。もうほぼ全員タッグ組めそうですね。鈴本ほんとすげえわ、こいつ。その思想、これが2回目で、鈴本の。で、こいつほんとびっくり出ますね。素直に結構。で、金徳イベですね、鈴本の。それはいいんだが、悟り来ねえんだが。リリース取っとくべきか。くっか。あ、これやばいぞ。悟り全然来ない。来たけど 60% か。やばい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 。で、鈴本と上高のコンボですね。で、経験点たくさんと対強のコツがもらえます。これちょっとやばいぞ、悟りマジで。うわ、いねえ。うわ、これ3回だもんな、最低でも。やばいぞ。
うわーやばい。これはやばい。やばすぎるだろう。これ彼女になるか。本当怪しいですね。ちょっとなんか、調子こいてる場合じゃなかったっすね。しっかり追っとけばよかったっすね。これはやばい。お、いいですね。おかげさまで結構光ってるな。で、リリース取るか。先読み起きろ、先読み。ああ、こつくんねえな。先読み起きろ。ああ。テストダメだ、イベント起きねえ。んーで、これはもう悟り浮きまくるしかない。あと1回やって1回やって。 OK。 真ん中で尻上がりですね。評価が上がってないときは上と迷うんですが、基本真ん中尻上がりです、このデッキだと。僕は OK OK、 ナイスナイス。頼む悟り、何とかしてくれ。できるできる、君なら。おお、いいですね。ほい、来ないか。鈴本、おお、でかいなこれ。鈴本生きてるけどな。こっち行くか。乱数調整します。いつもなんか験担ぎでこうちょっと待ってからやったりしますね。 OK 入った。よし、頼む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 。悟り、なんとかしてくれ。これラッキー。来い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 、悟り来い、悟り来い来い。わー、もうお前じゃねえよ鈴本。ほんとイベント多すぎる。51。ほんとどうしようかな。44なんだな。変化踏みますか。練習レベルも上げたいんだよね。悟り来い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 。 OK。マジ優秀、悟り。ほんとに。OK ですね。おお、いいですね。これ普通にオーバーヒットでいい気がしますね。ここ踏もう。OK、いいよ。神ちゃんでいいよ。スラポツ潰してもいいかな。今回マリボールを覚えるんでね、覚えられれば。オッケーオッケー、悟り素晴らしいよ。いいよ。オッケーオッケー、いいよ。変化球ポイントはかなり集まってます、ね、あとコツ難民ですね。鈴本がびっくりしないとコツほとんど集まんない感じですね。特に伸びごめんなさい、伸びと玉持ち、これはもらいたいですね。うわ、大凶、安定の悟りだな。大凶、おお、牽制か、牽制か。矢部くん練習しようよ一緒に。潰すか。うん、スラコツ潰そうかな。カットボール覚えちゃうか。で、スラ
うん、あとマリンボール覚えればいいもんね。もう号令バシバシかけていきましょう。なるほど。勝ち運対局どうしようかな。重いな、微妙に。120ぐらいあるな。いいか、これがいいか。うん。OK、ナイス。どうしようかな。サトリゲート全然いってないんだよな。いいやつ強いな、ほんとに、波動の。OK! 素晴らしい。これちょっと熱いですね。頼む。ほんと、イベント走れ。そう、招き猫欲しかったな。結構順調ですね。波動で2300だもんな。これ生きて。ああ、どうしようかな。28か。ただこいつからコツもらわねえと、ほんと、なんもなんだよな。それも何も。OK。よし、ナイス。で、号令して様子見てダメならデートです。お、いいぞ、噛みたか。さっき低め取ったから。危ない、取ってるね。バッサンないな。頼む、イベント走ってって。本当にもう祈ることしかできないですね、招きないと。オッケー、これいいぞ。交通状況も悪くないぞ。これは素直に、悟り行っときます。一回目か、これ。やばいぞ。今日、ジュース飲んでおけばいいか。先読み遅えな。いらねえな。やばい、鈴本ほんとまるで進んでないっすね。これやばいぞ。だってこれはもう行っちゃいましょう。悟りもいるんだ。これマリンボールもう来てないな。おお、来た。噂をすれば。あれ不眠症でしたか。そういえば。全く気にしなかったですね。で、ちょっと調べてます。僕、これ選択肢知らなくて、前回試走した時は、1回しか起きなかったんですよ、イベントが。波動で。神高切ったにもかかわらず。で、これどっち行けばいいかというと、無茶をさせすぎだと怒る。体力回復する。そうだな。青い44人だから、ね、スカウト。いや、メイだな。メイちゃん行きます。ちょっと体力回復したいな。サトリあと3発残ってんな。おお、ちょっとタイミング悪いですけど、まあ減ってたんで OK ですね。ナイス。あ、いいぞ、進んでんじゃん。頼む、鈴本、お前にかかってる、本当にいろいろ。 OK、 これ鈴本マジ頼むぞ。これめちゃくちゃ変化球順調なんだけど、お願いします、鈴本さん。
じゃあスバルが出てくるかもしれないな、そろそろ。あ、技術足んないな。鈴本マジ頼む。鳴宮さん、君も頼む。おお、来た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 。頼む。完全復活。完全復活。ああ、残念。いやー、ちょっと結構順調に来てるだけに、今のはショックでしたね。お、治った。気分転換。これ、鈴本でいいな。コツくれって、君は。呼べばいいな。うん、姉ちゃんだな。どうしようかな。スカウトもいますね。いいか、姉ちゃん行くか。わあ、ちょっとイベント進まねえわ、やべえわ。これは切っちゃいます。さて、うん、圧倒的に技術足んないですね。そうだな、もらってたのさ。このままいけます。ちょっと技術が足りなくて、変化球ポイントほとんど足りてると思うので、このままいけます。うわー、丹波失敗か。成功してほしかったな。結構いい流れだと思います、今のところ。うん、これだったらスルーでいいな。びっくりびっくり。よし、鈴本来い。葵か。デート行きますか。まだ消化全然終わってないんで。海だね。頼むぞ、これくらい成功しろよ。おー、投げられた。よーし。自分の投球プレイ。あ、これ変化球はむちゃくちゃ順調ですね。いけましょうか。いや、丹波成功しといてよーって感じですね、これだと。本当に。いやー、まあこれだから面白いんでしょうね、ワープロは。全部成功してたら多分、やめちゃいますもんね。さっと最強選手作って。うん、変化球どれか6まで伸ばせるかもしれないですね、これだと。なんとかしてえな、こいつ。やばい。災害でノーアウトか。これ多分失点しますね。打たれる気しかしないな。こいつもフォアボールにするか。
あとはまあ技術ポイントが全然足りてないので、そこどこで補っていくかというところですね。鈴本に技術期待できないんで、あんまり。タックもまあほぼほぼですし。やべ、バレた。びっくりしても、ほとんどコツなんでね、鈴本の場合は。ダメそうだな。打たれそうですね。久しぶりに来ましたね。インフィールドフライか。いや、ひどい。それ、ちょっと、サード今、おかしかったろ、サード。ちょっと待ってください。オーダー。肩 G。いや、それはもう無理だわ。サードに打たせた自分が悪いですね。びっくりしましたね。負けそうですね。これ勝てなさそうですね。打線も期待できないっすわ。いやー、ちょっと本当に鳴宮早く進んでくれ。鳴宮と鈴本来ない。休む。お、金得チャンス。こいつ進めると鳴宮進まねえのか。そして勝てるか全くわからないっていうね。本当に安定して勝てる方、ぜひコメント欄にアドバイスください。僕本当にどんなに頑張っても、どんなに本気で投げても10の1位ぐらいです。はい、ラッキー。これも真ん中でいいな。技術だな。完全に技術難民ですね。いやー、もう頼むぞ。一応逃げ玉取ってるからな。ナイスコースだ、それ。あー、これ勝ってましたね。問題は次っすけどね。してるけど神田かと。どうしよう、素直に鈴本もらおうかな。明らかに技術ないもんな。悟りきますか。亡霊しよう。ああ、良くなったな。で、切れ。おお、いいですね、いいですね。頼む、鈴本来いって。来ねー。おっしゃ、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 ナイスナイス。
お、しかも、かなり。いやー、鈴本来いって、お前じゃねえって。やばい。もう残ってないんですけどね、鈴本以外。やっぱすごいな、号令しよう。おお、これ変化球マジですげえ伸ばせるな。うん、じゃあこれデートを早くしないといけない。またかー、印象2回目。あー、これちょっと行きたい。これ、ちょっと浮気しましょうか。伸び、くそ、クイックか。運ですね、鈴本は。伸びか、ほんと玉持ち欲しいって感じですね、鈴本から。めっちゃいいコースなんだけど。それ打つか。そしてこのコース見送りだもんな。危ない。マイク使ってこうか。空振りやめて、空振りやめて、空振りやめて。空振りいんないよ、そばで。 OK。 マジでヒット、今の。空振りいらないよ。あ、これ3回、2回、3回でしたっけ。やばいな、もう。いやー、もう勝てねえ。で、まあなんか負けた途端に全然振らなくなるっていう、この不思議。あ、降ってきたわ。あれだ、もうやる気が、やる気出せても打たれるのに、やる気出さないともう全く勝負にならんですね。いや、これほんと打たれるわという感じなので、ぜひアドバイスください。安定して勝てる方。もう勝てないっすよ、マジで。OK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 。頼むぞ。もう一回やってくれ。ヒム。お。ナイスコントロール?あー、これダメっぽいかな。なんだよ、ダメじゃねえかよ。うーわ。なんだよ。あららら。壊滅的ですね。丹波もダメ、星井もダメ、鈴本もダメ。何もかもダメでしたね。いや、もう運だな、ほんとに。悟り、あと1回ですね。いやー、こいつちょっといいやつで、練習運が良かっただけに、なんとかしたかったんですけど、全然ダメでしたね。なんともならなかったわ。いや、ほんと順調ですわ。基礎能力マジ高いっすわ。ここでこれだったら。お待たせいたしました。コツも伸びと玉持ち以外は終わってるんで。欲しいやつは。いやー、こいつきつかったね。金徳、変幻と毒系だけですか。厳しいな。強い。自走差ほとんどなしですね。鈴本どれぐらいなんですかね、成功率。まだ2回しか使ってないんで全然わかんない感じですね。で、まあ鈴本はやっぱり僕の手持ちで伸びをくれるやつがほとんどいないので、牙ぐらいしかいないので、なんとかこいつのコツルーレットで、玉持ちもそうなんですが、伸びを引き出したいところですね。で、まあ、それが引ければ、コツもかなりまとまって、あと、臨床、
やっぱり矢部くんと練習するか、銭形連れてって、そこで便所を稼ぐか、まあ、どっちかかなっていう感じですね。OK。じゃあ、めいちゃんと鈴本を入れてるので、経験点でかなりもらえるはずですね、試合は。うん、悟りマックスだな。治っちゃえ、治っちゃえ。チュン。んで、なるみやか。もう大体、投資と対投資ぐらいか。東京取ったもんか。終わらせましょうか。かなり、ぽいかなり。もうサクッとですね、こいつは。で、変連取りたいと。ピンチまだか。まずいな、これ。打たれを終わらせますか。誰か、びっくりしたら。こいつもったいねえな。丹波か鈴本、どっちか、せめてて、どっちか成功してれば、チャンスありましたね。頭欲しいか。後ろは走りますね、イベント。ただ前は本当に悟り入れて神高切って、本当結構ギリだったので、前に後読みとかの方がいいかな。いや強い。第9球、危ない球、初球決まってストライク。まずは入れてきました。投げた。高めの球。で、僕はその表示レベルを下げていて、こういう固有キャラ来てもモブなんですよ、顔が。ただ有働は微妙にガングロでした、ね。自分でベースを踏んでアウト。スリーアウト。投手も久しぶりだからな。第9球、初球に送ってストライク。いやーもう本当に精密。第2球、スラーブは精密は成功してほしかったな。カウントはワンボールワンストライクです。次は4球目、変化球、空振り三振。おー、いいですね、完封ですね、連続で。ピンチと投資ねえな。精神ポイント食うとこねえな。うん、変化いらねえんだよな。ここでワンチャン直してほしいな。いいでしょ。いやー何にもないな。丹波。もう素直に休んで直しましょう。直れ。チュン。ダメだ。で。変化球ほんと順調だな、こいつ。6球を取る。逃げ球取る。いや技術足らんすね、全然。鈴本ほとんど練習してないんだよね、多分コントロールのとこで。なんで基本は本当にめいちゃんでいいかなと思ってるんですよ、技術集めるのに。鈴本は本当にコツ要員っていう感じで入れてますね。第9ボール。それかまあコントロール重ねて川上とか。川上重ねたらおそらく招き必須ですね。ないと感じしないだろ。最後は145キロストレート。第9球、初球空振り、タイミング合いません。第2球投げました。第3球を高め、空振り三振、ボール球で仕留めました。いや精密欲しかったな。9番。なんかここはもう打たれてもいいんで、
サクサクいきたいですね。いいですね。やはり伸びと玉持ちはまだ取れてないですけど、必要な特能が揃ってて、変化球も3種類4なので、本当抑えますね、ほぼほぼ。技術なんだろうな。どうしようかな。このところで行くか。うん。行きましょうか。いやーって感じですね。いやーもうほんと悔しいな。第9外角低め外れてもわずかに外れました。投げました、決まってストライク。第3球を投げました。なんでまあ千丸ももちろん強いんですけど、いいやつもほんと強いですね。両当たり上手が一番いらないですね、お得だったら。僕はあら、もう負けそうっすね、自動失点。第9初球を打った、ヒット、ボールは中継、やばいな。ここは中間守備を取りました。第9見送ってボール。チョスロがないから辛いな。第2球決まった、ストライク、キレのある変化球。第3球を投げた、第4球を投げた、高め、空振り三振。第9ストライク、変化球にキレがあります。投げた、これはボール、カウント1ボール1ストライク。投球は3球目ボール、カウントは2ボール1ストライク。投げた、インコース低め、空振り。次は5球目ストライク、空振り三振。さ、負けそうですね。ちょっと味方が点取ってくれるかどうかですね。第9危ない球ボール、自分もここ抑えないと。第2球投げた、自動失点辛いっすよね、やっぱり。ランナーチラッと見た、アウトロー、スラーブ外れてボール、慎重に攻めてきます。2ボール1ストライク、バッティングカウント。投球これから5球目ボール、高め、カウント3ボール2ストライクです。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、三振、点取って、やっぱ完封、完全試合されてます。やばい、鎌田。第9ボール、僕の大好きなキャラですよ、鎌田。投げました、カットボール、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、次は4球目打ちました。おお、さすがだな。第5球投げました、空振り三振。いやー、こいつ敬遠した方がいいんじゃねえかなっていうぐらい、やっぱ SS はすごいっすね。1球目ストレート空振り、少し迷ったか。第2球投げました、第3球を投げました。カットボール投げてみようか。投げた、空振り、キレのある変化球。あれ、第5球投げた、もうカウント3ボール2ストライクです。次がラストボール、ランナー自動的にスタート、三振。頼む頼む、点取って、なんとかして。わあ、ダメだ、またピンチだしな。第9初球空振り、第2球投げた、第3球を投げた、セカンドランナーチラッと見た、第4球を投げた、変化球、空振り三振。いやー、サクッと、辛いっすね、やっぱ無援護が。第9インコース低め、ストライク、投球これから2球目、これも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、第4球を投げました、危ない球ボール、カウントは2ボール2ストライク。投げました、いやー最悪、危ねー逃げ球持っててど真ん中行くっていうね。
さあ、2球目投げました。打ちました。小原交代取りました。スタミナが。第9球、流し打ち。ファーストこれは守備範囲内。大内、そのままベースを踏んで。1点ぐらいなんとかしてくれよ。ダメか。またピンチだしな。第9球、初球から打ってった。これはヒットになります。バテてますね。全然曲がんなかったっすね。あらららら。いやー、負けました。こいつ結構順調だっただけに、なんとか金とかあと1個ね取れてれば進みたかったって感じですね。サクッととサクッとじゃなくて。厳しいな。いや、順調でしたね、こいつ。152いけて、変化球2つ、1個しか直せないか。行きましょう。いやー、こいつは本当に金徳あと何かしら取れて、まあ決勝進めてればそれなりになってたような気はしますね。練習運はもうほんとかなり良くて、ただやっぱりコツ鈴本でいいの弾けないと、まあ微妙な形になるっていうのと、あとは何でしょうね。金徳が不確定ばっかりなので、その辺が難しいところですね。いや、またやっていきます。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。